だからまあ佐々木さんはゴールキーパーかもね。それでいいじゃない、うん、川島ね。川島ね。川島。まあそれかオリバーカン。最強だよ。最強だオリバーカンも。川口か川島か。川島か、オリバーかね。どれがいいですか。え、あ、いや、わかんない人わかんない。わかりますよ。でもオリバーカーンが一番良くないですか。まあ、でも顔最強顔っぽいですかね。どこが上質人。髪型がオリバーカーン。オリバーカーン。オリバーカーン。意識してるんですか。それ褒められてる。いや、でもカーンかっこいいですよ。カーンかっこいいっていうか、もうほぼゴリラみたいな。おい、なんかあれだよ。ドイツ2位だった時のゴールキーパー。いやもう有名っすよ、守護神ね。ドイツ史上最高のキーパー。めっちゃびっくりするぐらい一緒だったって。見すぎって。すごい。最高の褒め言葉じゃないですか。いや、最強の守護神。本当にドイツ史上ナンバーワンのキーパーって。それマジですごいっすね。これマジで奇跡っすよ。ちょっとびっくりした。めちゃめちゃ似てるな。似すぎやろ。これ何回見ても思う。似すぎじゃん。マジか。そうでしょ。カーン。カーン一緒でしたね、髪。オリバーガー。カーンに似てるんですごいですよ。いや、カーンに似てる幼稚だって、その単位で。絶妙。絶妙やん、それ多分ね。次はそんな。めっちゃ俺サッカーだったら結構ドンピシャだもん。ドンピシャだな。ドンピシャやな。あーやばい、面白い。ずるいっすよ、ほんとにそれで。それで割れそうでずるいっすよ。ほんとはゴールキーパーの使いがいるっていう安心感。安心感がある。俺はプレー、伸びたプレーできる。伸び伸びできます。だってもう守護神いるんですよ、絶対的に。ドイツの笑いでしたね。いや、もう今日あれ超えれることはないでしょ。